実はイケメン揃いのお店デューレプタイルズです。どうもヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの中で男性に人気の種類を3つご紹介したいと思います。そう、あのね、イケメン多いですね。モテんだろうなこの人みたいなスタッフ多いですね。コロさんとかもね、なんか何やってもあこの人これはモテるわみたいないつも感じるし、マーキャスさんとか大橋さんとかにも感じますね。歌うめえのあの人たち、もし彼らがカラオケに誘ってきたら狙われていると思ってください。男性に人気の種類3つご紹介したいと思います。男性はですねどっぷりハマる方が多くて、そういう方が必ず選ぶ種類があって、ボールパイソンの中で世界で最も人気の種類であるクラウンですね。クラウンが好きな女性もいますけど、男性はもう圧倒的にクラウン率が高いです。さあクラウンどれだ、この中で。じゃん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 、一番男を消しそうな種類は分かりましたか？正解はこの子です。クラウンはですね、一番最初に発見されたクラウンが目の下に涙マークみたいなのがあって、でそれピエロみたいじゃないですか。ピエロの化粧って目の下に涙マークとか星とかあると思うんですけど、まあ、英語ではピエロのことをピエロって言わないでクラウンって言うんですが、なんかピエロみたいだねっていうことでクラウンっていう名前になりました。で今世界で最も人気なので、このクラウンと他の子をかけて何々クラウンにするんだみたいなのが、まあ、ブリードの主流だったりするわけですね。でこの子はちなみにエンチブレードクラウンです。エンチとブレードとが入ったクラウンです。ほらかっこいいでしょ。何この背中、いいよいい背中してるよみたいな。ボディービル大会だったらもういろんな賛辞を浴びそうですね。クラウンの特徴としては、まあ、この子はあの柄がかなり奇抜なのであれですが、こういう明るい色と特徴的な柄とクラウンっぽいこわもてな顔とっていうのが、まあ、特徴だったりするんですが、クラウンで紹介していてこの子はクラウンの中でもさらに特徴的なので、もしクラウンってどんなん、実際スタンダードなクラウンってどんな子なのっていう風に思われたら、うちのウェブサイトとかにいっぱい普通のクラウンもいますのでご覧いただければいいなと思います。かっこいいクラウンに振りすぎた。ちなみにこの子はメスです。メスのクラウンは非常に貴重で、なんで貴重かっていうと生まれにくいわけじゃないんですけど、人気すぎてなかなか日本に入ってこないっていうところがあります。男性に人気の種類3選、1つ目はクラウンでした。2番目は GHI モハベですね。こういう明るい系のボールパイソンもいるんですけど、暗い系のボールパイソンもいて、ダーク系のボールパイソンがいて、その中でも最も人気の種類の一つに GHI モハベっていうのがいるんですけど、ご覧いただきたいと思います。はい、黒い体、白い柄、そして背中にストライプ。なんか今語呂良くなかった。黒い体、白い背中、そして背中にストライプ。ヘビアのひろあきです。そうですね、 GHI モハベっていうのは、まあ、柄が結構千差万別で、この子は横がもうすっきりしてるタイプの GHI モハベ、もう何もないでしょなんですけど、バキバキしたペイズリーみたいな柄がある子もいるし、この背中のストライプもこの子はなんか綺麗な線ですけど、マガタマみたいなのがガシャ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 って鎖みたいにつながってるパターンもあるし、まあ、とにかくかっこいいんですね、 GHI モハベ。僕をボールパイソンの沼に引きずり込んだひじりくんっていう友達がいるんですけど、ひじりくんも GHI モハベが好きって言ってましたね。そこで僕はなんか GHI モハベって何みたいな、 GHI って何みたいな、モハベって何みたいな、そこから話聞いてって沼に入っていった感じです。ひじりくんお元気ですか？男性に人気の種類2番目は GHI モハベでした。最後はですね、まあ、男女問わず人気なんですけど、その中でもやっぱりやや男性が探されていることが多いかなというアザンティックっていう種類です。でアザンティックっていうのは一つの色素異常状態のことで、体の中に黄色い色素を作ることができないんですね。でそうするとどうなるかっていうと、体が白と黒のモノトーンになっていくんです。こちら GHI モハベの後なのでダーク系が続いて、目が慣れてるかもしれないからちょっと一回目つぶって想像してください。青い空、白い雲、ビール、想像しました、あの黄色い感じね。はい、もう一回言ってみましょう。じゃん、
白と黒の配合によってなんかシルバーっぽくなったりとかグレーっぽくなったりする部分もありますが、モノトーンで、アザンティックっていうのは他のいろんな遺伝子と組み合わせることができるんですね。アザンティッククラウンとか、アザンティック GHI モハベとか、アザンティックデザートゴーストとか、いろんなのと組み合わせて、とにかく全てを白黒にしていこう、闇色に染め上げていこうみたいなブリードのされ方をします。この子はもう最も一般的なアザンティックです。かっこいいでしょ。アザンいますか、通称アザンって言うんですけど、アザンいますかっていう答え合わせ結構多いです。うちもアザンなるべくブリードしたり入荷したりするようにしてるんですが、すぐいなくなりがちですね。どの子が一番お好きでしたか。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの男性に人気の種類を3つお話ししました。クラウン、 GHI モハベ、アザンティック、どの子がお好きでしたか。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。